き、森保ジャパンさん、選手全員が絶好調すぎて過去一スタメンが決められないけん。中村、伊藤、久保、堂安、三笘とみんな絶好調すぎる。誰出すのがベストなのか本当にわからない。日本代表は今のシステムなら中村シャドウで使って上田、三笘、中村、南野、伊藤でいいだろ。中村はシャドウがぴったりだよ。三笘も代表戦となると得点力上がるし悩ましい。なんか三笘ディスるために中村を持ち上げてるやつとかよく見かけるけど、三笘キレキレでよかったし、シュート以外はやっぱ中村とは格が違うと思うぞ。ぶっちゃけ中村がゴール増えると立場が危ないのは南野だな。まあ代表は左サイドの人手不足で三笘と前田と中村ぐらいしかいない。だから中村はずっと左サイドになるんだろうが、トップ下はたくさんいるからな。南野とか鎌田とか久保とか。プレミアとリーグアンのレベル差はやばいけどな。中村はもちろんすごいが、最近の三笘下げの風潮はイラついてしまう。本当それな。三笘の方が難しい試合やってるのは見ればわかるのにな。そもそも三笘と中村はタイプ違うから比べる必要もないが。ウィンでノーだな。三笘と中村同時に出して後半左どうすんだか。決定力があるからこそ後半途中の中村が嫌ってほど刺さるんでしょうに。前田？強豪相手ならともかく押し込む展開ならいらない。右も右で堂安が絶好調だしエグいことになってる。左の3番手候補の斉藤が微妙な感じだし、パリ五輪世代やロス五輪世代からもっと突き上げが欲しいな。ランスの2、3点目のシーンで対する相手の出方見ると全然プレスも緩く相手は強く来ていないし、プレミアだったらすぐに奪われているかシュートや的確なパスできずに終わりそう。やっぱプレミアとアンの強度は違いすぎる。今が過去一贅沢だよな。どういう使い方しても勝てそう。